こんにちは、リーソンコです。リーソンコの数学西 in YouTube 特別編、コタンジェントとヘルグロッツのトリック。今回はその第3回でございます。このシリーズを通して何をしているかっていうと、整数ではない実数 X に対して、この等式が成り立つことを証明したい。π 倍のコタンジェント πx という関数は、x 足す n 分の1を、まあ、n がすべての整数を渡って足し合わせた級数に展開できる。初めて証明したのはオイラーですけれども、これを使ってオイラーは何をしたかということは、また次回お話をしたいと思います。今回はこの等式をいよいよ証明します。前回までの事柄というのは何だったかというと、左辺を fx、右辺を gx と表したときに、fx と gx が共に満たす性質をいくつか見てきました。実数であって、整数を除いた回復間が無数に並んでいる部分では、連続な関数である。それから、置関数である。周期が1の周期関数である。またさらに、整数ではない実数 x に対して、このような関係式を満たす。2分の x での値と、2分の x 足す1での値の和が、x での値の2倍に等しい。これらの性質を f と g が共に満たすので、f と g の差 hx を考えると、hx もやはり同じ性質を満たしている。連続である、期関数である、周期1の周期関数である、それから、2分の x の値、2分の x 足す1での値の和が、x の値の2倍になる。このような関係式を満たしている。それがわかります。やりたいことは、fx と gx が等しいこと。すなわち、hx が恒等的に0であることです。そこで、今回もう一つ性質として、x が0に近づくときに、hx は0に近づく。これも証明したいと思います。証明はですね、この gx、これ無限個の項の級数なんですけども、n が0の部分とそれ以外の部分に分けます。n が0の部分と f を比べる。それがちょうど、まあ、こんな感じの部分になります。コタンジェント引く x 分の1。コタンジェントをサイン分のコサインに直して通路にしますと、x サイン x 分の x コサイン x 引くサイン x となります。で、これがどこに近づいていくかっていうのは、だいたいオーダーを見ていただくとわかる。x コサイン x 引くサイン x っていうのは、どちらも別奇数で書くと1時、3時、5時と奇数字が出てくるんですけど、1時のパートが打ち消しあって、3時から生き残っている項が出てきます。つまり分子というのは、x の3乗でだいたい近似できる。一方で分母はって言ったら、x が x、それからサイン x も x に近似できますから、x の2乗で近似できる関数なんですね。なので、x が0に近づいていくときに、まあ、どちらも0に近づいていくんですけども、相殺して話をすると、分母が1になり、さらに分子が0に飛んでいくと。ということで、コタンジェント引く x 分の1っていうのは、x が0に近づくときに0に近づいていく。で、ここから、π 倍のコタンジェント πx 引く x 分の1。まさしく fx とこの gx の x イコール0の項ですね。の差っていうのは0に近づいていくことがわかります。じゃあこの残された部分、n が0ではない部分の級数というのはどうかっていうと、これは
それぞれ、プラス n とマイナス n の方を足すと、x2 乗引く n の2乗分の2倍の x になります。で、2倍の x の部分を一斉に繰り出してやって、こういう級数倍の 2x とする。で、こちらは、ちゃんと収束する級数です。x が0に近づくときに、分母はマイナス n の2乗分の1になると。なんで、n の2乗分の1っていう形の級数が収束するので、これはある定数だと思ってよい。で、それが 2x 倍になるんで、2x っていうのは、x が0に近づくときに、この寄与によって0に近づいていくと。で、合わせると、hx っていうのは、この最初の部分と後ろの部分が、どちらも0に近づきますから、hx 全体も0に近づいていく。これで、5つ目の性質が証明できました。この5つ目の性質から、整数での値を0だと定めれば、hx っていうのは、もう、実数全体で定義される連続関数になります。整数以外の点では連続なんです。で、整数ではどうかっていうと、周期1の周期関数なんで、0に近づくときに0だったら、1での値も0に近づく。1に近づくときも0に近づくし、2に近づくときも h は0に近づくし、という形で、すべての整数点に近づくときに、hx の値というのは0に近づいていく。だから、もう整数点では0ですよと定めてしまえば、R 全体で定義される連続関数になります。これで準備が整いました。等式を証明します。最大値。全体での最大値なんですけど、周期関数なんで、平区間01乗の最大値を取れば、それは全体の最大値になります。で、その最大値をラージ M で表すことにします。最大値ですから、実際に M を値に持つような点 X0 を見つけることができます。で、この X0 という点に対して、この関係式を適用するんですよ。するとどうなるか。2分の x0 の値足す2分の x0 足す1での値っていうのは2倍の x0 の値になる。で、x0 の値は m ですから、それは 2m になる。ある2つの点での値を足したものが最大値の2倍になる。そんなことがいつ起きるかって言ったら、この値もこの値も m の時しかないんですよ。左辺の2つの項はどちらも m 以下。m より小さいかもしれないし、等しいかもしれない値です。でも足したら2倍の m になるという。そういうのはもうそもそもこの2つがどちらも m でなきゃいけないんです。x0 の値が m だったら、2分の x0 の値も m でなければいけない。2分の x0 の値が m だったら、4分の x0 の値も同じ議論をして、m でなければいけない。ということで、2の形状分の x0 での値というのは、全部 m なんです。だから、すべての k での値は m だから、これ定数列なんで m ですよね。だけど、中の値っていうのは、つまり2の形状分の x0 というのは0に近づいていくんで、h の連続性によって k が無限大に近づくときに、その極限は h0 なんです。すると、0です。ここでそのように定めましたね。m は0です。ということがわかりました。同じことを最小値に対してもやります。平区間01乗の最小値をスモール m として、同じように今のこの関係式を使って計算していくと、0に近づいていく点の列、数の列で、ずっと値が m であるようなものが作れる。まず半分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 にしていくんです。だから、
スモール M っていうのはこの極限でもありますね。その半分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 してた極限っていうのがスモール M に等しくならなきゃいけなくて、それは0です。最大値が0、最小値も0ということは、H というのはずっと0だと思います。それは、すなわち、FX と GX が等しいということに他ならない。このようにして等式が証明できました。まあ、途中ところどころやっぱりこのようなですね、の解析の観察っていうのを使ってはいますけれども、しかし、あからさまに難しい微積分ですとか、そういうことをほとんど使わないわけですね。関数を丁寧に観察して、特にとどめの一撃に等しいこの関係式を作った。でもこの関係式も、それぞれに対してどうやって示したかっていうと、級数を計算した、上手に計算したってだけにとどまっている。それなのに、この最終的な等式が導けるということで、なかなか面白い証明だなと感動した次第です。それでは、今回は以上です。お気に召しましたら、チャンネル登録や高評価、ご意見、ご感想、メッセージなどは、コメント欄やツイッターを、そして、リュウソン校にご支援をいただける既得な方がいらっしゃいましたら、これらの方法でお願いいたします。今後ともどうぞごひいきにご視聴ありがとうございました。